皆さんこんばんは、淡井圭介です。本日2024年、7月の27日、19時24分、男子、バレーボールの、方たち、結果的に、フルセットで負けてしまったんですが、まあ状況を一応説明しておきますね。まあ、第1セット取られた後、まあ、第2セット、第3セットを取れたと思うんですけども、まあ、その合間、どこかのセットの間で、コートチェンジの時に、ちょうど、片や女子柔道が始まっていて、ちょうどそのコートチェンジの時に、女子柔道の選手、角田選手の試合の時で、ちょうどタイミングがあって、しっかり勝ってまた元に戻ってと。で、多分18時から池江璃花子選手などのバタフライ、そちらの方に僕の頭の中が行ってたのかもしれません。その辺のところちょっとわからないですね。基本的にあの東京オリンピックの時とかでも経験済みなんですけども、何か他の番組を見ながら、要するにあのスポーツの勝ち負け、取り組みながら他とか、そういうのは基本的に、まあ、認められてるんですけども、まあ、途中で頭の中はどこへどう行くかっていう部分ですね。まあ、今日の予定で言いますと、まあ、その後、バタフライ予選の後、まあ、その後決勝があって、それが日本時間の夜中の、3時過ぎなんですよ。で、今度は4時から日本男子サッカーがあるんで、これ多分順番的に見ると多分で、あとはスケートボードも今日あったと思うんですけども、まあ僕のホームページには書いてなかったと思うんですけども、まあ、その影響もあってか雨で順延という形になってるんですね。まあ、ただその順延になってもスケジュールずっと込み込みなんで、まあ今日、まあ流れも途中から我々には来てたんですけども、まあこういうふうな状況なので、まあ負けてもまああまり気にしないで、いただけたらなと。まあ最後、気になったんですよね。試合中にあの水泳女子の方かなと、もしかしたら確認事項を怠っていたからそうなったのかもしれません。あのこの試合に集中だとか、まあ、あの試合が終わった後、今度は男子柔道、永山選手に、まあ、少し時間があって、といっても数分です、取り組めて、で、まあ、永山選手も、勝ってと、というのが今のところの状況で、まあ、柔道も今のところ時間が押してますので、もともとそういうものです。まあ、まあ、20時から、まあ、バスケットボールあるんですけども、正直ちょっと柔道の方を対応しようと思っています。まあ、オリンピック関係者の皆さん全体的に、まあ、こういうふうな、状況ですので、まあ、あとは、まあ、男子バレーボールで、相手のアタックが、相手選手のドイツの方のアタックが、日本人選手の顔面に当たっていたっていうのは、まあ、ちょっと僕も気になりました。頭の中、日本人選手に行ってるはずなんですけども、まあ、得点されていたので、最初ドイツの方に行ってるのかなとか思ったんですけども、多分、女子自由バタフライの方ですね。タイムがまた、予選全体でどちらか片一方の選手が、平井選手か池江璃花子選手どちらかが予選で2位のタイムだったんで、まあ、まず行ってましたね。あとは男子の水泳で、100m 平泳ぎなんですけど、平井選手の件に関しては大変申し訳なく、あれも場数踏んでなかったら、急にこのテレビの画面見た方法だったらどうなるかって言いますと、レーンがどこかわからなくなるんですよ。多分僕途中で平井選手に頭の中渡してるつもりで、他国の選手にターンの時とか、場所を右から見た、右から2番目だったのか、左から2番目なのか、
分からなくなって、それで平井選手ちょっと最後後半伸びがなかったんだと思います。まあ、平井選手にはちょっと申し訳ないことをしたなと。で、まあ、その反省点を踏まえて、女子、バタフライ、決勝、逃げずに、しっかりと、まあ、こういうね、ちょっと失敗した後とか気持ち的に、ちょっと、取り組む姿勢のところで自分は何か失敗しないかっていうところを、まあ、恐れたりしますけど、やっぱりこう、それもやっぱり場数なんですよ。もうこうしっかり勇気持って取り組もうと。で、割り切って、もうどちらかの選手、どちらが金メダルを取るかっていうところをしっかりと割り切らなきゃならない。以前の東京オリンピックは決勝で、まあ、2人の男性の、まあ、種目を合わせましたけども、決勝に2人出て、未来の時間軸から1人どちらかにして、リアルタイムの時間帯にどちらか、こちらの選手っていう方を考えたんですけども、もう両方ちぐはぐになって、中途半端な形になったんですよ。で、多分その1人の選手に集中したときに、もう1人の選手の力も流れてしまう可能性もありますし、他の競技も行われてる時間では多分3時過ぎだからないと思うんですけども、気がついた7人制のラグビーとかも始まっていたりとかもしましたので、僕も種目全部が全部もう把握できてないんですよ。で、まあ、テレビの放送あるものとかをある程度、ホームページに記載して簡単にやっぱり時間重複してたらもうああなってしまう部分もあります。だからもし女子、まあけど、点数差が開いたのが最後のセットで、まあそこしっかりとこうきちっと、もうバタフライ終わった、もうこの試合に集中だとか、なんかこうそういうふうにうまいこと持っていけたらよかったんじゃないかなと思います。そしたらまだドイツ戦まだ勝ってた可能性もなきにしもあらずですね。まあ、あとはちょっと気になったのはやっぱり、まあ、春山整骨院とか、まあまあそのあたりですね、外から叫んでくる子供とか、まあ、その瞬間も選手どうなってるかもはっきり分かってますから、いちいちそこの辺のところを罰入れて、対応しなきゃならない、状況が増えていってしまいますんで、まあこちらの方の状況としては、以上です。まあこの後もう、19時31分、ちょっと柔道もいつ始まるか、準々決勝が始まるか分かりませんので、予定時刻は18時48分とか、そういう形なんですけども、もともと。だけども、もうだいぶ押してます。以上です。一旦この辺にします。